美幌町内の道道です。昨日大雨が降った影響で道路には大きな穴が開いています。道路の乗り面が崩れ、土砂がむき出しになっています。現場は美幌町の道道995号。道の職員が今日被害状況を確認していました。原因とみられているのが昨日の大雨です。あまりにもこう予想もしなかったような、大雨でしたので、被害を受けたところについてはですね、速やかにちょっと通行止め措置を行ったところでございます。美幌町では昨日午後1時10分までの1時間に93ミリの猛烈な雨を記録。川からの水が畑に流れ込むなど作物にも被害が出ました。オホーツク総合振興局は昨日午後から道道995号を通行止めにして復旧作業に当たっていますが、再開のめどは立っていないということです。